ラブカス TV 川口学です。今日は非常に大きなトピックとなっている自動車メーカーの型式指定申請における不正についてお話しさせていただこうと思います。で、そもそもですね、これどういうことなのかと申しますと、以前ですね、ダイハツ工業の不正がありましたけれども、その事案を踏まえて国土交通省が2024年の5月末日までを期限として型式指定を取得している自動車メーカーなどの85社に対して型式指定申請における不正行為の有無に関するですね、調査報告を指示していたわけですね。それに対して先日自動車メーカー5社から型式指定申請における不正があったという報告、これを受けたということになるわけですね。そしてその後各社が会見を行ったという流れになっています。で、まず結果から申しますと、トヨタが7車種、そしてホンダが22車種、マツダが5車種、スズキが1車種、ヤマハが3車種ということで、それぞれに不正行為が行われたという報告があったということですね。で、今回はですね、このうちのトヨタ、ホンダ、マツダについての報告をですね、見ていこうと思うんですけれども、まずですね、トヨタの7車種、これはですね、7車種のうち4車種はすでに生産終了しているモデルということになります。そして生産している車種は3車種ということになるわけですね。で、これそれぞれに見ていきますけれども、まず生産終了した先端のですね、クラウン、そしてアイシス、さらにシエンタ、そしてレクサスの RX ですね。この4車種。で、一方で現在発売しているカローラフィールダーとアクシオ、それとヤリスクロスの3台なんですけれども、こちらに関して言うと歩行者の頭部及び脚部の保護試験というのがあるわけですけれども、この時にですね、車に要するにぶつかった時の歩行者の保護の観点からのテストなんですが、これもですね、より厳しい開発時のデータをですね、認証のデータとして使っていたということになります。それはですね、この車で人を跳ねた時に頭部がボンネットの上の方にですね、こうぶつかるわけですけれども、その角度が、まあ50度でぶつかるのをですね、テストするっていう決まりがあるわけですけれども、それをより厳しい65度でぶつかっている状態のものをですね、使ってしまったということですね。これがカローラフィールダーとアクシオの事例です。そして、ヤリスクロスの場合は、こう積んだ荷物がですね、移動するのを防止する試験というのがあるわけですけれども、これは衝突された時に積み荷が後部座席にこう入ってきてしまってダメージが生まれないかどうかというのをする試験があるわけですけれども、その時にこうブロックを使うわけですね。で、認証の申請で古いブロックを使ったデータをこう申請してしまったということだそうです。という感じで、まあ見ていくと、まあより厳しい試験、そしてよりハードな状況での数値をですね、こう使ってしまったというようなところが要素として結構多かったと。さらにホンダに関してなんですけど、これ22車種ということで、車種が多いんですけれども、こちらはどういったことかというと、まず騒音の試験ですね。これでですね、計測をする際に車が一番重い状態で走っている時と一番軽い状態で加速している状態の時の音をですね、測るわけですけれども、より重い車重、より軽い車重でテストを行って、まあ、これもより厳しい条件でテストを行って、その数値を提出してしまったということがあるわけですね。これどういうことかというと、まあ、車設計され、その後ですね、マイナーチェンジなんかを経ていくときに、まあ、設計変更なんかが入って、例えば重量が増えたときでも、試験がクリアできるようなことをあらかじめ考えて、まあ、そうすることによってですね、工数を増やさずに済むので、このようにしておこうというような考えでやってしまったということだそうです。それともう一つは、原動機の車載出力試験というものがあって、まあ、要するにエンジンのですね、パワーとかトルクとかですね、そういったものを計測する試験があるわけですけれども、これもですね、まあ、実際に計測した時に出力が未達だったり過達だったりした時には、もう一回追跡、解析をしなきゃいけないっていうところがあるんですけれども、まあ、実際の初現地に対して差がわずかだった場合には、性能のばらつきの範囲内というふうに考えて、その数値をですね、記さずに、以前ですね、認証を取得している同じ機種のものを使って、申請してしまったという事例ということです。で、まあ、ホンダの場合22車種ありますけれども、これらですね、過去の車ということですので、特に、まあ、販売とかそういったところには問題は波及してないという。今、販売している車、そして開発している車含めてですね、そのあたりの不正はなかったということでですね。そして、マツダですけれども、マツダの場合は5車種ありまして、うち3車種が過去の車ということになります。これですね、アテンザ、アクセラ、マツダ6というモデルですけれども、これらに関しては、前面衝突時の乗員保護に対する
認証の試験の時にですね、エアバッグを車載センサーの衝突検知における自然起爆ではなくて、やはりタイマー起爆を使ってその試験実績があったと。そして現行車種、ロードスターの RF とマツダ2の2車種なんですけれども、これに関しては出力試験におけるエンジン制御ソフトですね、これの書き換えがあったという事例ですね。でこれはどういうことかというと、まあ、実際に通常車が走るときにはフロント部分から風が入ってきて、それを吸気して、まあ、エンジンを爆発させて、制御してみたいなプロセスがあるわけですけれども、試験を行う際には車にエンジンを搭載した状態ではなくて、エンジンを固定した状態で室内で行うわけです。実際に吸気する温度なんかも同じように始めるわけですけれども、やはり1時間ぐらいのテストになるので、排気の方のですね、熱が吸気の方に戻ってきてしまって、実際に計測する温度よりも高い温度になってしまう事例があるそうなんですね。で、こうなってくると通常はエンジンの制御で点火時期を補正したりというようなことが起こるわけですけれども、そうするとやっぱり結果が変わってきてしまうので、補正を行わないようにソフトをですね、書き換えて、まあ実験を行ってしまったというところがあるわけですよね。まあそれは実際に走らない状況で吸気のところに温度が高いものが入ってしまうからということを見越した上でやったことなんですけれども、まあ良かれと思ってやったことなんですけれども、試験方法に問題があるということでございます。で、まあ様々にですね、この不正というものが言われているわけですけれども、実際に蓋を開けてみると、例えばより厳しい条件で行ってしまったり、あるいはですね、工数を少なくするためにやってしまったというものもありますし、さらにはですね、実際の状況に近いものにしようというところでやってしまったものもあったりとか、まあ、本当に様々な不正があったわけですけれども、どれもですね、やはりこうエンジニアの方たちはこの方がより車としていいものになるだろうというところもあって、やったこととかっていうのが結構多いわけですよね。それとまあ今まできっちり認証をクリアした車があるので、そこから先でさらに性能を上げるためにまあタイマーを使って起爆させたりとかっていうようなこともあったりとかあるわけですけれども、そんな話を聞いてるとですね、なんかちょっとこういたたまれないなという部分もあるわけですけれども、やはり定められた基準とかですね、数値とかっていうものがあるわけですから、これをクリアしなければ意味がないというところだとは思うんですよね。良かれと思ってより厳しい条件でクリアしたとしても、それは条件をクリアしたことにはやはりならないわけで、大は小を兼ねてるとは思いますけれども、やはりやるべきは基準をクリアすべきことですから、そこはですね、やはり直さなければいけない部分なのかなというふうに思います。さらにこういった試験の方法とか基準とかですね、規定がもし時代に合わないものであって、もっと本来ならば厳しいですよとか、まあ例えば世界で採用されている基準はもっと高いものですよみたいなものがあったりするわけですけれども、そういった事実があるのならば、まあやっぱり国土交通省とこのあたりをディスカッションしながら、ルール自体をですね、今の時代に合わせたものに変えていかなければいけないと思いますし、その働きかけも行わなければいけないと思うわけですよね。そして日本の車がより良くなるような基準をですね、作って、それをまたクリアしていくような流れを作っていかないと意味がないと思うわけです。で、今回その国土交通省からの要請によってですね、これだけの不正が出てきたということですけれども、まあそれまでもすでにダイハツの件もありましたし、さらにそれ以前もいろいろと不正があったわけで、それを経てもなお再調査してこれだけ広範囲に不正が出るということはですね、やはり各現場での試験方法とか手順とか、まあチェックする体制とか、そういった試験や認証の現場そのものに問題があると考えられてもおかしくはない部分だと思います。ですので、このあたりについても、やはり自動車メーカーとしての体制の変更なども踏まえた上で、認証のシステムそのものも変えていく必要があるのではないかなというふうに考えられます。また、認証の多くは車内認証というものがあるわけですけれども、その仕組みについて標準化とか仕組みを作るなどの改革も必要になってくるのではないかなというふうに考えます。また、今回のように、本当に細かくいろんなものを調べて、そこの中からですね、不正がありましたというようなことを報告したわけですけれども、やはりもうここまで来ると、不正の有無に関わらずですね、すべてのデータをまあ公開するというか、そういった姿勢を取るのも一つの手段なのではないかなという気もしてきます。
で、今回国土交通省の発表では、国土交通省が基準適合性、これを確認するまで不正行為のあった車種の出荷を停止することという指示があるわけですから、まあ当然ですね、止まる車があるわけで、まあ実際にカローラフィールダーとアクシスとヤリスクロスがトヨタで止まっていますし、マツダではロードスターの RF とマツダ2が止まっていて、まあマツダの方は3500台ぐらいが止まるというような数字もですね、先日発表されましたし、まあトヨタにおいてもかなりですね、待ってるお客さんに届かないような事例というのも出てくるのはまあ間違いないわけですよね。そういったことでユーザーはもちろんですけれども、工場とかですね、ディーラーとか、そしてサプライヤー、様々なところに影響がですね出るということも間違いないわけですね。ですのでこのあたりを考えると、やはり型式指定申請におけるまあ試験とか認証とか、そういったところをですね、今後は大きく変えていく必要も出てくるのではないかなというふうに私は考えました。また現在調査をしている最中であるというところもありますので、今後また何かが増えるかもしれないですし、やはり自動車メーカーがディーラーとかですね、ユーザーとか、そのあたりへの対応をですね、どんなふうにするかという発表も素早くしないと、不安がどんどん広がっていってしまうということもあります。ですので、このあたりについても一刻も早い報告が望まれているということです。私も様々な場面で取材をしてますけれども、本当に自動車を作っている人たちは、真摯に車と向き合って、より良いものをユーザーに届けようという思いで作っているのは間違いないところですから、その思いが歪んでしまうような仕組みとかあるのであれば、それはもう早急に直していかなきゃいけないことですし、今回この不正という報告をした乗車メーカーの数も非常に多いわけですから、そもそものこのシステム自体を変えていく必要はあるのではないかなと思いますし、それをすることでより良い車ができると思いますし、それによる信頼の回復というのが生まれるのではないかと思いますので、そういったところに期待したいと思います。というわけで、今回は今トピックになっている自動車メーカーの型式指定申請における不正について少しお話をさせていただきました。それではまた別の機会にお会いしましょう。ラブカス TV 川口学でした。